水切り世界王者の人が、野球のアンダースローが超うまいかもしれない施設を検証していきたいと思います。おお、すげえ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 、すごい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 、今、ああすごいすごい、これが何だってんのよ、今日はすごいね。どなたですか？水切りの、世界チャンピオンの橋本健介です。世界チャンピオン、はい、この日、水切り世界チャンピオンをお呼びし、ある検証を実施。水切り世界チャンピオン、アンダースローめっちゃうまい説。あー、確かにそれはあるね。やっぱりね、でもさっきもなんか山田久志さんみたいな言い方したから橋本圭介さんは日本にとどまらず、アメリカ、スコットランドなど世界大会でも優勝経験がある水切りの申し子なんです。実際の大会の映像がこちら。一言感想。そうですね、しっかり投げ切りました。こんなに水切りができる人っていうのはね、僕は初めて見ましたけれども、まあ美しい軌道、投げ方的にも綺麗ですよね、やはり。というわけで我々にも実際に見せていただきました。わー、すごい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 、上手。うわー、大変だ。惜しい、まあ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 、すげえ。うわー、すごい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 、あー、すごいすごい、いや、これは40回いったな。あー、まあまあ、今のは40回いった、ね、よし、それはいいぞ。おお、すごいすごい。あー、まあまあまあ、おー、2回。まあまあ、さすがに、はい、あの、投げる力ありますね。わかりました。あー、投げる力、はい、あー、ダメだ、ちょっと持ちすぎ。今の野球やってる人にありがちだ。あ、持ちすぎ。あー、そうかそうか、リリースがもっと手前なんだ。膝より前には出ないような気がします。なるほどなるほど、はい、結構アンダースローのピッチャーのね、うん、連続走りとか見ると結構この辺りで話したりしますけど、そうですね、多分水切りこの辺りで話すんじゃないのかなって思うんですけど。なるほど、いきますよ。おい、あー、難しかったな。角度か回転か。なるほど、回転か、はい、でもね、スピードがね、すげえ出てるんで。マジですか。いや、うまく決まれば相当跳ねると思うんですけどね。あ、しっかり角度、決められると綺麗にああいう感じでまっすぐ跳ねてくれるんで。なるほど、ああいうの決まるとやっぱ水切り面白いですね。もうリストとかそのスナップみたいなものはね、やっぱ意識されるわ、感覚的には。何を基準に世界チャンピオンなんですか？大会によってルールちょっと違って、はい、アメリカだと跳ねた回数、スコットランドだと跳ねた距離、まあ、3回以上跳ねないとダメなんですけど、まあ、日本だと距離と回数と美しさ、審判が判定して1対1の勝負でトーナメントでやるんですけど、私はその全てのルールで優勝しました。マジか、すごいですね。で、全てを兼ね備えてらっしゃる、はい、ちなみに撮影前にいい石を3つほど拾っていた橋本さん、ここで我々あるお願いをしてみたところ、よろしければなんですけど、はい、そのちょっといい石、はい、徳さんに1個投げて。おー、なるほど。どれがいいかな。なんだろ、こっちにもあります、ね、こっちの方がいいんじゃないか、さすがに。いやいや、じゃあいいですね、これ。お、2発で沈める可能性もあるわけですよ。あ、まあまあ、もちろんあるんですけど、多分これだったら大丈夫ですね。本当ですか。はい、その後跳ねてくれます、はい、これでぜひ、まあね、今までの自己最高の水切りをやってください。あら、優しい。怖い。じゃあ、先生、ありがとうございます。ちょっと練習しましょうかね。果たして先生が野球ボールを持ったらどうなるのか。いよいよ本番、球場に来ましたけれども、いよいよ水切り世界チャンピオンがアンダースローができるのか否かという。さっきのフォーム見る限り綺麗ですね、うん、まあ綺麗だよね。じゃあよろしくお願いします。ゆっくり投げます。はいや、はい、水切り世界チャンピオンの橋本さん、どんなアンダースローを見せてくれるんでしょうかと思ったら、予想外すぎる動きを見せた。ゆっくり投げます。はいや、はい、お、結構取れる取れる取れる、いや、上投げいけ。
ボール投げるときは上ですね。え、ボール投げるってなんすか？野球やってんすか？あ、そうですね、はい、野球やります。なんと世界チャンプ草野球やってたそうです。しかも上投げ。なんでちょっとアンダーやってもらってもいいですか？はい、いや綺麗だ。いやいや右足全然ついてきてなかったからね今。え、右足あれ。あーでも綺麗。上半身は綺麗です。あ、そうなんですね。はい、こういう風に見てみると確かに上半身だけめちゃくちゃ綺麗っていう感じですね。体軸というか使い方、しかし軸足は全くついてこない。でもこれを機にもしかしたら、はい、橋本さんが草野球やるときにアンダーでやる可能性もある。いや、ちょっとそれはやらないようにします。というように橋本さんはアンダーでは投げないと宣言。その理由を聞いてみると、水切りを愛するがゆえでした。野球って野球のアンダースローって下から上に投げないとストライクにならないじゃないですか。そうだ、18メートル先、水切りで18メートルって結構遠いんですよ。はいはい、そこに投げるために下から下に投げないといけないんですよ。そこの感覚はね、多分狂っちゃうんじゃないのかなと思って、私は、まあ、野球だと上から投げるようにしてます。というわけで検証結果、水切り王者は水切りに支障が出ないように野球ではアンダーをしない人でした。極めたらめちゃくちゃいいボール投げそう。ここでせっかくなので橋本さんと私徳さん対戦をすることに。どっちに投げますか？いや、まあオーバースローかな。お、早い。いやでもやっぱねスナップ効いてるから、はい、球速よりも手元でもカバって感じするよ。へえ。非常にミナモボールだったね。ミナモボール結構伸びてますね。いや伸びてる。ふーってきてんだけど、はい、タイミングが取りづらいというか。はあ、めっちゃスピンかかってっから。なるほど。わあ、ガーッ、ガーッ、ガーッ、ほらもう、ナイスボー。マジで綺麗だ。こうしてこの瞬間笑ってたもん先生。いや、いやって笑ったもん。あらー、ファールだファールだ。おお、あー、レフトフライだ。まあまあ、この辺にしといてあげよう、今日は。うん。もし橋本さんが、野球やられてる時に対戦するバッターはね、気をつけてほしい。どっちから来るか分かんないし。そうですね。うん。ちょっとアンダーまずいのかな。いやもう、だって癖があるとしたら、はい、あのこっちから投げようと思ってる時は笑う。いやどうも今日は貴重なお時間ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。いや素晴らしいね。場面戻って河川敷、橋本さんからいただいた石を使って徳さん本気の水切りをしてみます。とその前に綺麗な石で橋本さんが投げるとこうなります。今のは60回ぐらいいったら。今の60回いかないっすね。いかない。いきなり本番はリスキーなので別の石で練習すると、この辺、あ、いいね、すごい。おお、師匠、先生今大興奮してました今。すごい声出ましたよ。うん、収まってきたな。あ、うん、そろそろ大丈夫ですね。そろそろ、はい、師匠の意志がこの石に宿って。いきます。こうだ、あ、こうだ、あ、2回。ちょっとあれ取ってくるわ。取ってくる。ちょっと取ってくるわ。